フライングラインの金ヶ谷弘明です。今日は軍艦島30号棟無限法要高橋正嗣さんの写真集を紹介します。この本なんですけれども、軍艦島、今世界遺産にも登録されようとしている、昔炭鉱として栄えて今廃墟になってしまっている島なんですけれども、当時もう約40年前、実際にそこに住まわれていた高橋さんが、高橋さんカメラマンなんですけれども、当時撮りためられていた貴重な写真が集まっている写真集です。で、実際に本当に人が住んでいる軍艦島の様子というのは本当に貴重で、私も軍艦島大ファンとしては本当にたまらない内容になってます。で、しかもですね、DVD がついてまして、実際今回高橋さん以前40年前住まれていて、久々に再上陸ということで今の様子も撮られているんですね。軍艦島ファンの方でも、本当にまだ初めて知ったという方でも絶対衝撃を受けるような内容になっていると思いますので、ぜひ見て、読んでみてください。